大井川鉄道 DD100 系ディーゼル機関車は、かつて、大井川鉄道が所有し、井川線に運用していた、液体式35トン級ディーゼル機関車である。1954年4月、中部電力専用鉄道が、井川ダム建設工事による、資材輸送のために道平まで全通した際に、DD101 から103の三両が、三菱重工業三原製作所。 DD104 から106の3両が、日立製作所、笠戸工場で、それぞれ製造された。その後、1960年11月には畑、定第1ダム、畑、定第2ダムの建設工事による、資材輸送に対応するため、DD107.108 の2両が、新三菱重工三原製作所で製造された。前期とも、両端にエンジンを収納したボンネットを配置し、 中央に運転室を置く、突型車体を備える。ただし、全長を、おおむね3等分して中央部を車両限界いっぱいの、断面の機器室と前後の運転室に当てて、余裕のある、機器配置とした、三菱製の DD101DD103.107108 に対し、日立製の DD104 の106は、車体中央部に設けた、ごく小さな運転台一つで済ませるという、 産業用機関車に近いデザインとなっていた。また、ボンネットのレイアウトも両者で異なっており、比較的背が高く、丸みを帯びたボンネットを、運転台進行方向に対し右にオフセットして、搭載し、乗務員の前方視界を確保した三菱製に対し、北地製は背の低いボンネットを、ほぼ車体幅いっぱいのサイズで搭載していた。塗装は、 DD101 から106が茶色一色であったのに、対し DD107.108 は、一川線の経営が、中部電力から大井川鉄道に巻後の心臓となったため、旅客列車を牽引する機会も多くなることから、外部塗装を客車と同様の赤と、クリーム色のツートーンカラーとして入線している。DD101 から103は、三菱重工業デオ2機、 DD104 から106は、三菱重工業であるいは、で25リットルを2機、さらに、DD107.108 では、三菱日本重工業で25リットルを2機、搭載した。DD101 から106は、戦後初期の三菱製機関を搭載したディーゼル機関車の特徴である、寒冷地での使用を考慮した、セルモーター小型ガソリンエンジンを使用する、手動システムを備えていたが、 増引機である DD107.108 では一般的なセルモーターのみによる手動システムに変更された。また、エンジンの排気は車両限界の制約から大枠上の機関本体から排気管で床下に導かれ、両端両直下に枕木方向に設置されたマフラーに送り込まれて、消音の上で排出されるという独特の構成となっていた。 DD-101 から103は液体継手とシンクロ式三段歯車変速機を使用し蒸気機関車のようにサイドロットを使用して駆動力の伝達を行っていた。これに対し DD-104 から106は新潟鉄鋼所製 DF-115 系トルクコンバータを使用した液体変速式で駆動力の伝達には歯車とユニバーサルジョイントを使用し 三菱製の装備車である DD107.108 もこちらの構成を踏襲した。いずれの形式も軸羽として重ね板羽を使用する板台枠構造の台車を備える。ただし、サイドロットによる同軸の連動を行う DD101 から103についてはスポーク車輪が露出する内側台枠式となっていた。 DD101 から106は、イカワダム及びイガワ発電所の建設に伴う、資材輸送用として50両ずつ製造された、シート100系、シート機200系無会社を牽引して、フル稼働した。もっとも、運転台が極端に狭い DD104 から106は、長時間の本線運用には向かず不評で、DD107.108 が出揃いダム。 建設資材輸送が峠を越した1961年には全車急車となるありさまであった。また、DD107.108 が増備された時期は、折しも、い川線が中部電力専用鉄道から観光鉄道への転換を図っており、登山客が急増した時期であった。1961年には DD107.108 が、スロに200系、 スロフ300型を経営し、大井川本線と直通運転する快速、赤石が運行されている。これらの旅客列車へ陶器を運用したことは、井川線のイメージを産業鉄道から観光鉄道に変えるのにも貢献したという。1962年に畑、定第一第2ダムが完成すると、井川線の貨物輸送量は減少し、機関車も余剰気味になった。 このため、1964年には、旧車が続いていた DD104 が、上部鉄道へ、DD105.106 は、東能鉄道へそれぞれ譲渡された。その後は残された DD101 から103.107108が、ダムへの資材輸送や、木材輸送といった、貨物列車牽引を中心に使用されたが、 DD-101 から103のグループは、DD-103 が1969年10月に、DD-101 が1974年3月に、それぞれ貨物輸送の減少で、余剰廃車となり、最後に残った DD、DD-102 も DD20 系、第一次車が竣行した1982年5月に、老朽化で廃車となった。これに対し d d 1 7 1 0 8は、貨物輸送を中心に、 観光客が多い時期には旅客列車にも使用された。その後、後継機として DD20 系の増備が進むにつれて予備に回ることとなり、1984年に DD108 が廃車となり、1986年には DD107 も廃車され、形式消滅となった。なお、DD104 から106はいずれも上渡先でも同一番号のままで、 DD104 は1986年の上部鉄道微丹線配線まで、DD105.106 は1978年の東濃鉄道笠原線配線まで使用された。笠原線配線後、DD105 は同年に配線された北江名鉄道線の DD106 は笠原線のそれぞれ撤去工事用機関車となった。大井川鉄道で最後に廃車となった。 DD-107 が川根両国車両区で保存されている。通常は非公開である。最大幅 1850mm、最大高 2700mm。ハットとはいえ内部は格種機器でいっぱいで、決して広い運転台ではなかった。鉄道ピクトリアル1984年9月号の記載による。DD-107、DD-108 が春行した1960年には、 すでに旧車となる車両が現れていたといい、DD107.108 はダム工事資材輸送を目的とするとしながらも、実際には使い勝手の悪い DD104 から106の代替が目的であったことがわかる。当時在籍した客車だけでは足りず、シート機200経過車を増結して、乗客を乗せなければ裁けないこともあったという。猫パブリッシング。 RM ライブラリー96大井川、鉄道井川線には、DD107 か DD108 のいずれかの機関車が、客車3両に乗客を乗せた貨車を2両増結している。写真が掲載されている。保育者、私鉄の車両14大井川鉄道の記述による。ありがとうございます。